全然大丈夫。持ち主だ。まあそうか、確かにそう。ファミコンでいうところの持ち主だ。持ち主の割に人気です。準決勝ですよね。はい、すごいメンバーだ。4名が決勝進出。すごいメンバー。頑張りましょう。頑張りましょう。手やったみたい。タイマー、タイマーみんな並べちゃう。はい。はい。終わろうか。手やったみたい。大家さん、46秒。あ、地味ないわ。安川さん、52秒で。安川さん、マイクで。まあ、スリーセブンさん。50ぐらいで実際にしますから、ありがとうございます。ノブさん、はい、短縮しないと負けない。そういう。はい。コウさんが1分で。はい、初戦に引き続き再びマイクを持つことになりました丸馬です。さて、これから行われるのは、TGM 第36回、マスターズの方の、準決勝となります。ここまで準決勝まで上がってきたのは、本戦から4名、敗者復活戦から4名の計8名でこれから準決勝を行いたいと思います。それでは席の方、簡単に説明いたします。画面左上、1P 側、コーリアの選手、2P 側、ザブ選手ですね。で画面、移りまして右上の方、 1P 側 SQR さん、 2P 側777さん、画面下段の方に移ります。画面下段、左側の方、 1P 側アタローさん、 2P 側 K さんの、お二人になります。そしてラストに画面、右下の方、1P 側に、トムさん、 2P 側にコウさんの席順となっております。そして、この8名から、上位4名のみ決勝の方に勝ち残ることができます。上位4名のみが勝ち残ることができます。ここで負けた場合は、今日はお疲れ様でしたの形になりますので、皆様よろしくお願いいたします。もうちょいやりたい。もうあと大丈夫ですね。皆さんじゃあクレジットの方を入れてますか。 あとタイムの方を1回確認したいと思います。左の席からいきます。コーリア選手、ハンディキャップタイム46秒、はい、ザブさん、1分8秒、SQR さん52秒、はい、777さん1分25秒、はい、アタローさんがスクラッチ、はい、ケイさんが1分10秒、はい、トムさんが18秒、はい、コウさんが1分17秒となっております。よろしいですか皆さん。はい、はい。それでは、準備の方完了したようなので、これから、準決勝の方を開催していきたいと思います。それでは皆さんよろしいですか。アタローさんはスタートボタンに手を、他の方はタイマーの方に、の方のボタンに手をお願いいたします。それでは準決勝開始3秒前、2、1、スタート。さあアタローさんスタート、この後すぐトムさんが8秒後にスタート、ごめんなさい18秒後にスタート。そしてちょっと間を置きまして、コーリア選手が46秒、SQR さんが52秒のスタート、ここにスタートとなります。さあ、トム君もスタート。みんながスタートするまで緊張してないなっていう感じで。さあ、最初にスタートしている、アタローさん、トムさんの二人は、大谷選手10秒前の、コール。大谷選手がここでスタート。続いてザブ選手が、SQR 選手がここでスタート。ここから15秒ほど増えてザブ選手、そしてその後10秒後にコウ選手がスタートとなります。ラストは、いつもとの曲777さんのスタートの、しんがりが、ごめんなさい、しんがりが777のスタートとなっております。選手もここでスタート。さあ、高選手ここでスタート。さあ、777
さんもコールが上がった。さあここで773スタート、綺麗に6名が全員スタートいたしました。トップはアタローさん、レベル120。それを2位の、トムさんが若干レベルストップした形ですが、ここで100通過。この辺はスタート順番通りの展開と思われます。さあ今回、トップの2名、ここ今トップの2名は、そうですね、準決勝出場久しぶりになりますね。さあこのまま決勝まで上がり、波乱を呼んでほしいところだが、さあこの準決勝どういう展開になっていくか。さあもう準決勝となると負ければそのまま終了になるので、皆様ここの辺の積み方はなかなかピーキーだ。あこちらこちらでサイレンが鳴り響く。見てて非常に怖いですが、皆様勝負を仕掛けている。さあ赤野さん200突入。現在トップの赤野さん、新外の77さんの差は110ほどとなっております。この差は、以後縮まっていくと思われるので参考にお願いいたします。皆様そんなにそうですね、地形はもうここまで残っている調子のいい方々なのか、皆さん綺麗ですね。だから決勝の方、残り1戦の決勝の方に残れるのは、半分の4名、この8名が4名のになり決勝の試合となります。さあ本当に皆さん綺麗ですね。これ形はこのままいくと後半の方とんでもない試合になるのは容易に想像できるわけですが、さあトップの渡辺さん300突入。さあ新外の77さんとの差は、今もう90ほどですね。とりあえず少し若干詰めている形になっております。中間はですね、若干地形が少しありました。トム君は、トップから少し離されている形ですが、レベル20ほどの差。さあコーリア選手が300通過、リアル選手も、300を通過しております。さあ多少の地形の未来など気にせず積んでいく畑野さん、まだトップを守っているというか、若干トップのリードを開いているような形になっております。ここでコーリア選手が若干地形が乱れている。ここは少しタイムロスが、さあアドロさん400突入。順調だここまで。アドロさん決勝まで残る気満々らしい。どうもこの方、若干コーリア選手の方からサイレンが聞こえるが、地形が若干厳しい。あーっと、トム選手、あーっとトム選手残念、422で終了。さあここで1人脱落して、現在残るは7名となりました。ここから、4名が準決勝、ごめんなさい、決勝進出となります。さあ先ほどからトップのサイレンが聞こえるのコーリア選手、厳しいがここで優勝第4回のコーリア選手456。このおぼつかないマイクは俺に渡せと、このおぼつかないマイクは俺に渡せと、このおぼつかないマイクは俺に渡せと。不本意ながらマイクを変わりました。コーリアンです。さあ残り6名の戦い、さあ脱落するのあと2名。
さあトップのアタロさんが今レベル530、あ、いや、SKR さんもほとんど横一線並んでいる。さあ先に540に到達したのは SKR さんだ。さあ SKR さん、そして3番手はコウさん、いや3番手ほとんど横一線だ、4名横一線。これは凄まじい戦いになってきている。さあどうなっているか。さあトップアタローさんと SQ、 あー773がここで脱落。さあ厳しい戦い。さあ最大の8名でのプレイとなっており、さあ波乱も出てきているが、さあということで残り1名で、さあ決勝進出できるのは、4名なのであと1名脱落という格好になりますが、さあ阿太郎さんが今カロッシ600を先に通過しているが、 SKR さんとほとんど横一線の状態。さあレベル600を通過したのはザブさんと K さんとコウさん、ほとんど横一線。これは熱い戦いになってきている。さあ SKR さんと阿太郎さん、しかし、SKR さんに並ばれてもなお、食らいついている。さあここは阿太郎さん一瞬見せるか。あ、渡辺さん前傾しマークついてますね。やってますよ。これは前傾しマークがつくと、なんと、2P 側のレベル表示が2桁目が消えてしまうというとんでもない妨害を、エサチになったら食らってしまいます。さあちょっと計算ピンチになっている。しかしそれは渡辺さんが、生き残ってエサチにならないといけない。さあトップ SQR さんが今700を通過。さあ渡辺さんもしかしほとんど差がない状態で700を通過。そしてもう計算レベル下の下1桁が消えている。680台、これはさあやばい。計算 S8 に到達した瞬間にレベルの表示の2桁が消えてしまう。実況スローも大変だ。さあそして3番手ザブさんが700を通過、そして4番手計算が700を通過、そして5番手ちょっと遅れたコウさんが700を通過。さあしかしトップの2人との差がじわりじわりと縮まってきている。さあ SKR さんが、さあアタロさんわずかにレベル10ほどリードしているが、アタロさんもなかなか好調を維持している。さあ K さんがもうすぐ S8、 あと2000点で S8 になってしまう。さあここで計算外で S8 になってレベル700台ということしか分からなくなった。さあザブさんちょっと苦しい試験になっている。さあザブさんピンチ大丈夫か。さあトップ SKR さんが今800を通過。さあ2番手が SKR、さあ2番手アタロさん、さあなんとかザブさん持ちこたえている。777、そしてコウさんが、まくってきた。コウさんが780台、しかし K さんのレベルが分からない。 K さんのレベルが今いくつか分からない。さあこれはレベルストップが非常に不利な状況。今800を通過。3番手、いやコウさんもほとんど同時だった。さあそしてザブさんが5番手に落ちた。さあしかし800台ということしか計算は分からない。これはちょっと厳しい状況。さあ今トップ SQR さんは少し、アタロさん離して860、これはこのまま逃げ切るか。さあ2番手争いが、アタロさんがレベル840だが、コウさんもレベル330台に迫っている。そして計算がちょっとレベルが分からないが、おそらくコウさんと、ほとんど接戦を演じていますので、まあ、ここは近い。さあザブさんが少し苦しい、840台だが、ザブさん大丈夫か。あここは残念、ザブさん849窒息。さあこれで残り4名となりましたので、おそらく K さんも850は突破していると思いますので、この4名決勝に残るということになりました。太郎さんも決勝残って私としては不本意ですが、さあトップ SQR さん930台一人旅になっていますが、おっとここでコウさんが太郎さんをかわした。2番手浮上、3番手太郎さん、さあ4番手の計算900を通過。さあしかしちょっとレベルが分からない、知見も高い、この状況は苦しい。さあなんとかここは耐えていただきたい。さあ太郎さんも状況は苦しい。ここはさあどっちが粘るか。しかしこれは窒息したところとしてレベルが分からない。なんとかさあどうなってしまうのか。トップ SKR さんがもうレベル990台だ。これはこのまま逃げ切りそうだ。さあここで見事にきっちり 9分46秒で GM SKR さん1位通過。さあ2番手はおそらくコウさんなのか。しかしアタロさんまだ960、コウさん、アタロさんさすがにまくっている。さあ K さん苦しい状況だがなんとか粘っている。おここは青見事。さあどうなっている。おっと2番手コウさん、コウさん突破。しかしさあ3番手争いどうなっているんだこれは。さあどっちだ、おっと太郎さんわずかに
わずかにリードして GM、 しかし計算も見事にこの苦しい状況で GM を取りました。見事1位 SQR さん、2位 コウさん、3位アタロウさん、そして4位レベル下2桁が消えている中でよく耐えてくれました。 K さん、第1からわざわざ来てください。